マックス。マックスはサンフランシスコのソフトウェア企業サイクリング74が開発、保守している音楽とマルチメディア向けのグラフィカルな統合開発環境、ビジュアルプログラミング言語である。作曲家やメディアアーティストらに20年以上使われ続けている。バージョン4までは DSP の追加機能を備えたマックス、MSP、 マックス MSP という名で発売されており、それに追加モジュールとして映像を取り扱うジッターが別売りで販売されていた。バージョン5からは全てのマックスにジッターが含まれ、マックスと MSP とジッターは一つのパッケージとして販売されるようになった。これにより名称は再びマックスに戻った。マックスは非常にモジュール性が高く、 ほとんどのルーチンは共有ライブラリーの形で存在している。API によってサードパーティーがエクスターナルアブジェクツと呼ばれる新たなルーチンを開発可能である。結果として多くの MAX ユーザーが商用化ゆかにかかわらず拡張を行っている。拡張性とグラフィカルなユーザーインターフェースにより MAX はインタラクティブな音楽パフォーマンスソフトへ開発における 共通言語とも言うべき存在になっている。MAX のオリジナル作成者はミラーパケットであり、1988年にアイルシムで作曲家がインタラクティブなデスクトップミュージック制作システムにアクセスできるようにピアノとコンピュータを組み合わせたソジテック 4X というシステムのためのエディター、パッチャーとして作られた。1989年アイルシムは マックスの並行処理版を開発し、NEXT2 を接続したもので動作するよう移植した。後にスキーのマシニアリナックスにも移植された。これをマックス、カイ TS と呼んだ。1989年、マックスはアップコドシステムズにライセンス供与され、同社は1990年にマックス、アップコドという商用版を販売したが、売れ行きはかんばしくなく、 数年後に他社に売却されている。現在の商用版 MAX は1999年から MAX アップコードでの拡張を行ったデビット・ジカレディが1997年に設立したサイクリング74によって販売されている。MAX にはいくつかの拡張があり、特にピュアデータから1997年に移植された音響拡張セットが有名である。これを MSP、MAX シグナルプロセッシング、またはミラー S パクエットの略と呼び、このアドインパッケージを MAX に追加することでデジタル音声信号をリアルタイムで操作可能となり、ユーザーが独自のシンセサイザーやエフェクトプロセッサーを作る子が可能となる。それ以前の MAX はハードウェアシンセサイザーやサンプラーなどへのインターフェースとして設計されていて、 ミリその他のプロトコルを制御する言語だった。現在はすべての MAX に MSP 機能がバンドルされている。1998年、MAX、KTS の後継が Java を使って開発され、オープンソースとしてリリースされた。1999年、MAX でビデオのリアルタイム制御を可能とする拡張であるなと、A プラス55がリリースされた。これは、 謎の多いネット上の存在であるナタウッチかナズバノバが開発して配布したものだが、マルチメディアアーティストの間で人気となった。同じ頃、サイクリング74も正式なビデオ制御実装を開発した。2003年にリリースされたジッタというパッケージは、リアルタイムのビデオ3次元行列処理機能を提供するものである。これもバージョン5から、 全ての MAX にバンドルされている。2011年にバージョン6がリリースされた。最新バージョンは2014年11月11日にリリースされた7.00である。MAX の名称は MAX の先祖にあたる世界初の音楽プログラミング言語ミュージックを開発した MAX マシューズに由来する。MAX で開発したプログラムは実行環境とともに スタンドアロンのアプリケーションとすることができ、商用でもフリーでも自由に配布可能である。また、MAX は他のシステムで VST などのプラグインとして使うこともできる。ライブの音楽パフォーマンスでノートパソコンが使われることが多くなり、MAX が開発環境として使われることも多くなっている。アイルシムに関係する作曲家はアシスタント技術士の支援を得て、 マックスによる電子音響を自作に応用することが多い。古くはピエール・ブーレーズが 4X コンピュータを用いて近年の代表作レボンドを作曲したが、この 4X コンピュータの制御に用いるために開発されたのが最初期のマックスである。レボンの制御プログラムは現在のマックスシステムにも移植され、最近の演奏会にて用いられている。他にもカイサーィアホ、 ジョナサン・ハーベイなどといった作曲家による電子音響を用いた作品にも用いられており、そのための開発準備はアイルシムの各スタジオにて行われている。またアイルシムでは1ヶ月及び1年間、2007年度以降は2年間の研究員制度を設けており、公募によって選ばれた数名の若手作曲家は、初歩からマックス及びその他のソフトウェアを学び、1年後には、 それらを自らプログラミングして自作発表の演奏会に用いている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。